どうも、うぷ主です。今回は雑談程度に玄関と韓国軍の評価について話していきます。最近、いや、結構前から、玄関意識によって韓国軍の装備や戦力を過小評価する流れがあります。私自身も、韓国に対してそこまで良い印象は持ってはいませんし、むしろ、数年前まで帰還三原則とか言ってましたが、そんな流れに少し物申したいわけです。ネットで韓国軍と検索すると韓国軍お笑いだとかが出てきます。確かに、笑えるような事柄があるのは事実です。しかしながら、韓国軍の問題を大きく取り上げ、過小評価し、場合によってはそれに目を取られ、日本の問題点に目もくれない。そのようなことは、決して良いものであると言えないと思います。実際、韓国軍には装備、組織の面において多くの問題を抱えています。例としては主力戦車のパワーパック問題や、装備のデータ偽装や、予算の横領などが現に存在しています。しかしながら、韓国軍は総人員数62万を誇り、近年の経済成長から軍事予算が拡充されつつあります。さらに、装備の質に関しても向上力、及びノウハウの成長に伴って国産装備の開発生産やそれらの輸出を行っており、今後、それらの運用データをもとに韓国製兵器の能力はより一層向上することが予測されます。こうした点から、日本にとって韓国軍は友好国であり、直接戦火を交えることは考えられませんが、韓国軍をあまり過小評価できないように思います。結論としては、一部で過小評価されている韓国軍はそこまで過小評価されるべきではなく、さらに、玄関意識によって視野を狭めてはいけないというわけです。甘んじていると、いつかお笑いでは済まされなくなるというわけです。あくまで一個人の感想ですが、韓国軍に関しては将来的に詳しく解説しようと思います。その他ご要望がありましたら、コメント欄にお願いします。それと、蘇るロシア軍ですが絶賛制作中です。もう少し時間がかかりそうですが、お待ちください。ロシア軍に関する資料を集めるのに苦戦しております。それでは、また今度。